さて、今日のゲストはもう健康ツーリズムのもう本当に先駆者代表でいらっしゃいます清水正弘さんをお迎えしているわけですけれども、清水さん、今水辺の旅ということでご自身の著書から、大人の癒し旅からですねご紹介いただいたわけですが、はい、続いてはちょっと里そして山の方へと旅をよかったらですね誘っていただきたいです、はい、うん、次はどこをご紹介いただけますか。そうですね、じゃあ山で行ってみますか。はい、お願いします。山からですね、はい、山はですね、広島からでしたら、日替わり県内っていう形なんですけど、はい、お隣の県島根県ですね、はい、の大田市ですね、はい、に山で三瓶山っていう山、これは山登りでもね行かれる方が結構多いと思うんですが、はい、私も何度も登っている山ではあるんですけど、その三瓶山の山に登るんではなくてですね、三瓶山の山麓にですね、三瓶あずき原埋没林っていうですね、そういうちょっと舌を噛みそうなんですけれどそういうその展示スペースみたいなものがあるんですね、ここはですねでもね本当に一度は必ず訪れてほしいなっていうふうに思います。三瓶さん、私もよく行くはず、小学校の頃から行ってるはずなんだけど、覚えてなかったですか。いや知らないですよ。でもねおそらくね、藤井さんの小学校の頃にはまだこれ発見されてなかったんですよ。そんなにどういつ何これ1900ね、ここに80何年っていうちょっとその細かい数字が、さすがに小学生でしょそれそんなに、失礼しました。その頃ぐらい、その頃ぐらい発見されでこういう展示スペースになったのは最近なんですよ。どういうふうなことなのかっつったらですね、三瓶山の昔火山だったんですね、はい、でこのその山辺のこのページの魅力を語るときには、やはり出雲大社っていう場所とですねリンクさせてお話しさせていただきたいんですけれど、要は現在の出雲大社ってねそんなに車窓がそこまで高くないですけれど、つい数年前ぐらいに本当にその4つ組の高いですね塔が建ってたっていうですね、そういうふうな礎石みたいなものがその発見されてるんですね、ですからおそらく高さ確か40メーターぐらいの高さぐらいまでもう巨大なその車窓だったわけですよ。そしたらそれの車窓を支える柱が巨木ですよね、その巨木をじゃあどっから運んできたのかっていうですね、そんな形のことにやっぱり興味が湧いてきますよね、その時にこの三瓶の埋没林というところとリンクして考えていただければと思うんですが、出雲平野からこの三瓶山って見えるんですよ、でその三瓶山で昔火山で大爆発した時にその火砕流みたいなものが山麓流れていくわけですね、でその山麓を、流れていく時にその山麓にはいわゆるこの杉の巨木の林があったんですね、森があったんです。それがいわゆる火山灰の下になって埋没したわけですね。それ要は何時代かと縄文時代なんですよ。でその縄文時代の火山の爆発によって埋没した火山灰の下に一旦保存状態が良かったわけですけど、それが近年になって、藤井さんの小学時代ですね、近くの農業をやってる人がたまたまその地面を振ってたらなんかカツンと当たったらしいんですけど、それからどんどんと発掘をしていったらですね、その下から巨大なですよ、巨大な杉の巨木群が現れてきたんですよ、ということはその縄文時代にはこの三瓶山の山麓には本当にその巨大な杉の森があったってことなんですね、確かにその出雲大社と縄文時代と多少時代がずれることはずれるんですけど、ですからいわゆる日本海側のあたりにも出雲大社の周りにも巨大な杉の森がもう点在してたっていうことが、ここから読み解けるはずだと思いますね。そうすると出雲大社が40メーターぐらいの高さにあった、それを支えてた巨木っていうのがあったっていうですね、私のことは分かるはずなんですよね。そうなんですか、この辺って言えば石州瓦とかもあったりとか、割とこう職人さんもいればっていうことで言えば、こういう林っていうのは結構ね地元の人にとっては大事な場所だったはず、縄文時代まで言ったらちょっとあれですが、まさかのということですよね。そうですね、面白いな、知らなかったな。ぜひ三瓶山の山麓でこの展示スペースまでは車で入れますから、
温泉もあるんですね。この近くに温泉もあります。ですから温泉があるってことは、要は三瓶は、火山帯だったということですね。なるほど、ああそういうことですよ ね、証明してる、なるほど、まあ、天体観測とか自然体験会などもおすすめですよと、この清水さんが書いていらっしゃいます。そうです、はい、今日のゲストです。あのプラネタリウムなんかも、ね、近くにあったりとかしますから。素敵、あ知らなかった、こんな身近に。でもう一つぐらい、じゃあどこかこの5本から。そうですね、じゃあ延べの方でですね、はいはい、どれがいいでしょうかね。まあこの近くっていうか行ける方がいいですね。そうでしょうね、まあ5本を見てすぐパッと行けるところが、そしたらあの、はい、そうですね、もうこれはもう日帰りどころかですね、半日あれば行けるような感じだと思うんですけど、庄原市にですね、はい、日葉山っていう山があるんですけれど、その日葉山の山麓にですね、まあ方角的には西の方角なんですけど、熊野神社っていう神社があってですね、はい、先ほどもその巨木の話をしましたけど、この熊野神社の境内にはですね、樹齢が400年ぐらいのですね、数百年ぐらいの大きさのその巨樹の杉がですね、本当に林立しています、ここはですね。すごいな。それはなぜかというと、日葉山っていうのはですね、日本の古いその古事記がありますね、一番最初の古事記ですが、はい、古事記、日本書紀の古事記ですけれども、そこに書いてある冒頭の部分ぐらいにですね、イザナギの神とイザナミの神、男と女の神ですね、日本を生んでいく、そうですね、と言われる、はい、そしてその国生みが終わった後にですね、イザナミ女性の神様が死んじゃうわけですよね、で死んで黄泉の国に行くっていう、それが古事記の冒頭に書いてあるんですけど、その黄泉の国はどこなのかっていうことなんですけど、出雲の国と法器の国、いわゆるまあいわゆる今の大山のあたりですね、法器の国との境にある火場のお山に眠られたっていう、そうなんです、っていうふうに書いてあるんですよ。でこの庄原にある日葉山っていうのはその一つの否定地ではあるんですね、はい、他にもいろんな奥出雲町とか鳥取県の西南町なんかにもそう思われているところあるんですけれども、でもやはりあのそういうどこがその本当なのかという問題よりか、その日葉山信仰っていうかね、イザナミの墳墓を、いわゆる黄泉の国っていうのはどこなのかっていうですね、その信仰が昔から、江戸時代含めですよ、たくさんあったわけですね。なるほど。でこの日葉山という山の山頂にそのイザナミの墳墓ではないかといわれるあの巨大なストーンサークルみたいなものがあったりするんですよ、でそこに参りに行くための参詣道の一番最初の結界がここの熊野神社なんですよ。はあ、まあ、昔は東西南北から上がっていくルートがあったんですけれど、この熊野神社っていうのはその典型的なですね、ここでいわゆるその巨木の森で身を清めて、そこから登山道を上がっていくっていうですね。すごい。ですから伐採してはいけなかったわけですね。あ、なるほど。境内の木はですね、なのでこの熊野神社っていうところにはですね、その、巨木の杉林が、雪も深いとこでしょ、ここ。雪も深いんですけど、逆にその、まあ、私のこの本の中でも進めてるのは、できたらその冬場にも行っていただきたいと。もう空気が凛とした大人の癒し旅になりますかね。なりますよ。埋まっちゃいませんか、大丈夫。もう凛とした空気がそこに本当に漂ってますから、そこに自分の身を浸していただきたいんですね。なるほど。で日本の神話の時代に思いを馳せていただきたい。なるほどね、はい、そうすることによって何かですね、何かとその何ですか、溶け合うような感じっていうのを体感していただけるんじゃないのかなというふうに思います。なるほどね、時空を超えちゃうわけですね。と、まあ、実はこのイザナミの黄泉の国に行って迎えに行くみたいな話はですね、あの似たような話がイタリアンオペラにもあってね、あるでしょ。その通りですね。だからなんかこう、やっぱり世界共通の、なんかそう、そこが具体的にその庄原かどうかとかというよりは、世界共通のお話なんですよね。おっしゃる通りです。イタリアンオペラ。で、それのオリジンはやっぱりギリシャ神話なんですね。そうですよね。結局そういうことですよね。ギリシャ神話にも同じようなものがあったりですとかね。すごいね。するわけなんですよ。そうですか。人間というのはやっぱり考えるものは国民族がその互いとですね、やはりあの混沌とした世界から何か秩序が生まれてくるとかですね、というふうな考え方ですよね。そしたら令和はぴったりじゃないですか。混沌としたところから秩序が生まれ、秩序が生まれ、それが美しいハーモニーを生んでいくっていうですね。なるほど。そういうふうな、その場所にはこの熊野神社なんかはですね、そういうことも考
考えていただいて気づいていただく、その一つの場所かもしれませんね。なるほど、清水さんが、出版されたばかりの本大人の癒し旅の、ページ数でいうと76ページに載ってますので、ぜひ皆さん、はい、ご参考になさっていただいて、ご本を見ると行った気になったっていう方もあるかもしれませんが、なんかそれよりも深いものがですね、今清水さんの解説によってですねあるなっていうの気づきますね。でもやっぱり本当に最終的にはその場所に立っていただいて、ご自分の五感で感じ取っていただきたいっていうのですね、これはやっぱり思いますよね。いや今回面白いなと思ったのは、旅の場所、そのガイドブックというだけではなく、本当にその、人というのがなんかそこに立って何かを感じるっていうことがこんなにも大事なのかっていうのをこの五本から感じさせるような、そんなものがですね、要素がすごくたくさん書いてあって、おこがましいんですけど、やっぱり感じると同時に何かに気づいていただきたいっていうですね、そういうのが聞くことも思いますよね。ですから正直言って癒されるだけじゃなくて、何か新たなエネルギーを注入していただけるような、そういう場所じゃないのかなと。ただ単に癒されるだけじゃないんですね、癒していただいてプラスそこに何かその新たなエネルギー、パワーみたいなものが注入されていくっていうですね、そういうふうな場所を選んだつもりなんですね。なるほどね。いやここなんかもすごいです。私能登半島ね、去年か一昨年忘れちゃった、行っちゃったんだけど、すごくいいところだったのが、ここちゃんと清水さんがですね、その能登半島の中でもね、全然私が行ってないところ乗っけてらっしゃるんですけど、真脇遺跡ってところもあってらっしゃる。そうです、縄文時代の遺跡なんですけどね。能登半島なんかあるよね、あそこは。日本海に行ってないってのはどうしてもね、その大陸からとかですね、いろんな人々渡ってくるわけですけど、それよりも以前に縄文時代から、ああいうその日本海側にはですね、いろんな人たちが住んでいて、でここはイルカ漁もしてたりとかするっていうです、そういうふうな縄文時代なんですね。これ先に見とけばよかったことなの、癒したり。もうこれでも能登半島の本当突端部分ですから、正直言って公共の交通機関はね、なかなか難しいんですよ。そう、能登だから里山空港からタクシーしか多分無理よこれ、ね、かあとレンタカーですよね、ああレンタカーというか、レンタカーというかあります。ただし宿はいい宿はね、この周りにいっぱいあります、ね、あそうなんですか。そうなんですよ、ランプの宿とかでね、そういうふうな言われてるようなね。いや地元の人はね、金沢あたりの人なんか特にそうなんですけれども、能登半島には何もないよと私たちに言うわけですよ。いやこれはありますね、やっぱりいろいろいいところが、地元の人じゃやっぱ気づかないことってあるんですよね。そうですね、地元の人にとってみたらなんか当たり前になっちゃってることがね。そうかもね、でもそれ私たち瀬戸内海側に住んでるものもそうじゃないですか。その通りですよ。改めてこの清水さん回ってみて、まとめてみてですね、まあ5本、9冊目の5本ではありますが、どうですか今振り返ってみて。まだまだ多分ここに記してないご自身のね、いろんなネタがあると思うんですけど。そうですね、やはりこれの、できればそのパート2的なものですとか、あとこの本の一番最後には本当にダイジェストで東日本バージョンっていうようなところの癒し場も入れてるんですね。なるほど。であとはこの先ほどもおっしゃっていただいたヒマラヤとかですね、はい、それからそのマチュピチュみたいな、その海外も結構回ってきたんでですね、清水さん本領発揮はそこですよ。海外もこういうその、いわゆるトラベルセラピーの場所っていうかですね、そういうふうな場所も、できるだけその写真も対応しながらですね、日本の方に言って大げさですけどご紹介ができればなっていうですね、そういう思いはあるんですね。さまざまな、目線って大事だなと思いました、清水さんの目線でまとめています。まあ、これはこれで本当に稀有な本だなと思っていますので、ぜひよかったら、南南社、そうですね、広島の出版社ですね、はい、南南社から1600円で出ています。アマゾンでも ね大丈夫です。いいですし、本屋さんで見つけたらこれはもうよかったと思ってね、購入していただければいいかなと思います。本当にハンドブックなので、何回も見直していただいてですね、できればまた旅に行きたいなと思ったらそこから出発していただければいいですよね。全部で80コースぐらい、そうですね、まとめていらっしゃいます。さあ最後に曲とともにということで、清水さんからのメッセージも届けたいと思うんですが、最後に選んでいただいた1曲がなんとファド、ポルトガル民謡ですよ。そうなんですよ、ここそ清水さんですね、これはですね、いわゆるユーラシア大陸の一番、西の外れにあるわけですよ、ポルトガルっていうところは。そうですね、西端大陸。私18の時に初めて海外に行ったのは韓国なんですね。それはそのいわゆるカンプフェリーでその玄関などを渡って、プサンに着いたんですけど、そのプサンの明け方に着くんですけど、その時に、友達と2人で行ったんですけど、もう本当に無性に涙が流れてきてですね、それは何の涙かといったらですね、ここからユーラシア大陸が始まると。北朝鮮当然ね入れないんですけど、
けど、はい、ただ大陸沿いにこのまま行けばポルトガルまで行けるっていうですね、はい、そういうことを18歳の時に非常に思ったわけですね、はい、それが40代のこの頭ぐらいの時に友達からこのファドの音楽、はい、ポルトガルの民謡っていうですね民族音楽を聞かされた時に、はい、もうその18の時のあのカンプフェリーの、はい、看板デッキの上でその流した涙がですねもう本当にとうとうと思い出すっていうかですね、この音楽がそのユーラシア大陸の外れから聞こえていたはずだみたいなんですね、はあはあはあ、みたいなそういうふうな思いが40代の時にファドをした時に、思ったんですよ、はあはあ、それ以来ちょっとファドにはハマってるっていう、ね、どういうことすごいですよ、まあ、でもファド私もあの初めて生でポルトガルで聞かせてもらった時はもう感動しちゃって、あの古臭い音楽だって地元の人は言うんだけど、でもなんだかあのそういう時代を超えてあの本当生演奏で聞いた時すごいなと思って、そろそろ本当にね、先ほどの本にこじつけるわけじゃないんですけども、はい、癒されて並びにその人間の何ですかねその悲しいとかですね、愛おしいとかですねそういうふうな感情をそのストレートに引き出してくれた上で、その上で何か明日に向かって、ちょっと一歩踏み出そうみたいなですね、そういう感じがねなんかストレートに感じるんですよ、この本なるほど。あのまだファドに出会ってない皆さんにはですね、今日はねやっとここで巡り合えたということもありますので、ぜひ聞いていただいて私たちお別れしたいと思うんですけれども、まあ、清水さん、あの世界各国、本当に日本各国各地ですね、出てあの歩いてらっしゃいますけれども、じゃあこのご本に今回収めきれないものもこれからやってください。そうですね、これから出していきたいなというふうに思っておりますね。何かあの講演のようなものとか、あるいはあの清水さんと一緒に旅に行きたいとかという人はどうしたらいいんですかね。ホームページがありますんでですね、はい、深呼吸するっていう深呼吸っていうのは漢字があってですね、はい、で深呼吸クラブっていう、それで検索していただいたらですね、私の旅のスケジュールですとか案内するスケジュール、6月にはモロッコの方に行ったりとかするんですけれども、そういうふうな案内みたいなものが載っていたりとかしますね。うん、はい、モロッコもいいですよね。いいですね。あの皆さん本当ついでついでで行けるようなね、あの旅の仕方がもしあるとしたら、あのぜひあのポルトガルファドを聞きながらモロッコまで行ってもらうとか、いいですね、いろいろね、だからもうなかなかもう生きてる間にね何箇所行けるかわかんないんですけど、旅のねやっぱそういう醍醐味は味わってほしいですね。そうですね。いや清水さんとお話をしているとまた旅に出たくなりました。ぜひ。いや本当に今日もですね貴重なお話いただきましてありがとうございました。本当に少しのお世話でございました。はい、また今度令和になってから新時代にもですね清水さんお迎えしたいと思っていますのでまたモロッコからお帰りになられたら旅の続きなどお話をですねいただきたいと思います。ありがとうございました。ということで皆さんいかがだったでしょうか。平成最後のエコーしませんかお届けしました。まあ、そう言うとなんか大それた感じにもなるんですが、これからも FM 廿日市も番組も続きますのでね、ぜひ新しい一年よろしくお願いいたします。今日のゲストは健康ツーリズム研究所代表で、そして鍼灸師でもいらっしゃいます清水雅弘さんでした。ありがとうございました。ご本大人の癒し旅もよろしくお願いいたします。さあそれではですね、お相手は藤井翔子でしたが、最後にお届けしますのはファドの名曲ということでですね、アマリアさんの曲をですね皆さんにお届けしたいと思います。